首位攻防戦、泣いても笑ってもこれが最後の3連戦です。尾張名古屋の決戦は川上憲伸、そしてルーキーの上原、両投手の投げ合いで6時20分にプレーボールがかかっています。1回の表ジャイアンツが0点、1回の裏ドラゴンズの攻撃、1番の福留がセンターフライ、バッターボックスには2番の久慈が入っています。解説田淵光一さん、そして牛島和彦さんで今日の中日巨人戦お送りしてまいります。 3.5 ゲーム差で迎えたこの最後の直接対決です。田淵さん、牛島さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、牛島さん、はい、ドラゴンズとしてはここでもうジャイアンツ諦めてくれよという試合にしたいところですけどね。まあそうですね、優勝するって大変ですからね、はい、もう早くこう楽になりたいところあると思うんですけどね、一方田淵さん、はい、ジャイアンツ長嶋監督は勢いは9月は出てきたと、まあ7、8、9ところで頑張ってやってきたんですけど、はい、常にその前を向いて絶対大丈夫だっていうのはもう長嶋監督の口癖ですからね。プラス思考ですね、もうネバーギブアップね、6年前メイクドラマという言葉がありましたけど、はい、あの時となんか同じような雰囲気でね、そうですね、熱く語ってますよ、今日はやや両チームとも練習の時から緊張感が漂っていた、そんな感じもいたします。そして注目のルーキー上原です。13連勝を飾って現在17勝セントラルリーグトップ。藤が打った、レフト前進守備から下がっていく、レフトには清水が入っています。ツーアウトになりました。中6日を行きまして今日の上原の先発です。前回横浜戦は10安打4失点でしたが13連勝を飾っています。バッターは3番の関川です。ドラゴンズの先発は川上、1回を三者凡退に抑えています。福留、久慈の1、2番、そして3番に関川、4番がゴメス、5番が立浪、6番山崎、7番井上、8番中村、そしてピッチャーが川上、上原に相性のいい関川がバッターボックスに入っています。さあルーキーの上原ですが、内島さん、このところちょっと2試合4失点が続いて、それほどその絶好調の時に比べるとやや落ちたんじゃないかという声もありますけどね。そうですね、まあ、前回の登板を見てたんですけどね、少しボールが高くなってきてますよね、それとフォークボールがね、落ちてなかったっていうね、印象ですね。そのあたりをどう修正してきたのか、相性のいい関川打った、左中間伸びていく伸びていく、ババーンの寄り川、関川はセカンドストップ、ツーベースヒット、これで9打数の6安打。上原はこうやって打つんだと言わんばかりの関川の左中間を破るツーベースヒット。田淵さん、やっぱりバッターの相性っていうのがあるとは思いますけれども、大いにありますね、なんかこういう当たってるこうピッチャーが出てきますとね、あ、スランプでもなんか打てるんではないかなと思う、結果はもう自己暗示をかけてると思うんですね、ただ両軍 その打撃がもうちょっと今湿ってるんで ね、まあ、今日も投手戦かなっていう感じはするんですけど、案外星野監督は打ち崩せるよということをね、ゲーム前にえらい自信持ったことを言ってましたんでね。そうですね、前回の東京ドームでは上原に勝利を譲りました。しかし4点を取った、まあ、名古屋ドームで初めて対戦した8月のゲームの時は1点に抑えられてやられたという感じだったんですけど、東京ドームの時はかなり打ち込んだというイメージもあったんでしょうね、それは配球をうまく分析したのと、もう一つ一番大きいのはやはりこれだけ長く投げてきますとね、癖というのはピッチャーどっかに出てきますから ね、そういうそのものをね、やはり中日ベンチが上原の癖をちょっと見抜いたような気があるんではないかなと感じますけどね。 その上原がピンチです。1回の裏ドラゴンズが先制のチャンス、バッタージャイアンツにめっぽう強いゴメス、打ち上げたファウル、まあ、相性という点で言えばこのゴメスがジャイアンツ戦12ホーマーですから、これ長嶋監督もゴメスにやられすぎるな、スコアラーのデータが、もうそれ以上に前回のヤクルトのペタジーニにあれだけ打たれてたのね、3連戦で11打数の8安打っていうのもありましたしね。
両外国人の主砲に打たれています。ジャイアンツ投手陣、この上原はドラゴン戦は1勝0敗3回目の登板、早くも肩で息をしています。アウトコース、これはいいウィニングショット。上原が最初のピンチをしのぎました。中日巨人1回終わりました、0対0です。川上健進そして上原の投げ合い、ジャイアンツは4番バッター、今日はご覧のマルチネスです。ジャイアンツは西、そして偵察メンバー2番三沢を使っていましたが、2番レフト清水、3番が松井、4番がファーストでマルチネス、5番ライト高橋、6番にサード清原です。7番が新岡、8番が村田新一というオーダーになっています。ご覧のようなスターティングメンバーです。マウンドは川上、1回は西、清水、松井と打ち取っています。マルチネス打ち上げた右中間、関川が手を挙げています。ワンアウト。まあ田淵さん、今日のジャイアンツのやはり超攻撃的布陣というオーダーです、ね、マルチネス清原両方使ってきましたね。もうこれは、ね、はい、巨人のメインですから ね、この打線というのはね、まず打って、勝つというね、はい、特に今日は巨人としたらもう上原エースから投げて、勝つっていうのはもう第一条件ですから ね、これから取ってはね、はい、5番は高橋です。ワンアウト。このところちょっとジャイアンツ戦はやられている川上、トータルで7勝6敗です。ジャイアンツ戦は2勝2敗なんですが、このところはいずれも3試合投げて5失点を喫しています。さあ今日はでも牛島さん、ストレート立ち上がりどうですかね。多分ね、はい、完投というのは全然考えてないでしょうね。あ、そうですか。いけるところまでぐいぐい攻めていくっていう感じですよね、はい、かなり飛ばしているというそういう見方でいいわけですか。でしょうね、その分やっぱり球速も少し増してますよね、はいはい、前回のタイガース戦ではいいピッチングを見せました。まあ、甲子園で6回まで0点で抑えたんです。しかし7回に檜山にソロホームランを打たれて8回に捕まって4失点で負け投手になっています。ですから星野監督は、はい、もう川上が投げるときは、まず先取点を1点か2点上げた中で掘らしたいということを ね、ですから山田ピッチングコーチも言ってましたけど、今年の川上はもう開幕からもう平行線らしいですね、はい、そうなんですね。良くもなく悪くもなくね、まあ、前回の負けましたけど完投したピッチングは、はい、そろそろ上がり上司かなというような状態らしいですから。ライバル高橋の第一打席、ワンスリーからフォアボールです。ワンアウトランナーは一塁です。本当に首脳陣としては去年のらしさっていうのがまだね、手応えとしてはないんでしょうね。やっぱりね、ボールは1つ2つ3つぐらい高いですね。あ、ただ良くなってきてるのはフォークボールの落ちるボールが良くなってきたということでね、ただ一発を打たれる可能性は十分秘めてますんでね。そうですね、ジャイアンツ戦では本当によくホームランを打たれますが、清原です。今日は清原がサードに起用されています。ワンアウトランナー一塁。選手点が物を言いそうな今日の首位決戦第1ラウンド。なんか今日のゲームはこの6番バッターがポイントになってくるんじゃないかな、両チームとも。山崎清原ね、まあ、どうしてもクリーンアップになりますとこうピッチャーバッテリーもね神経使いますけど、はい、まあ、この2人のバッティングはどっちにプラスになるかね。大砲が6番に座ってますからね、両チーム。まだヒットは打たれていません今日の川上。調子は本人は少しずつ上がってきました。特にこの前のタイガース戦は打たれはしましたけれども納得のいくボールがいっていましたと話しています。ボールカウントは2エンド1になりました。川上健進と上原の先発で始まっています。名古屋ドームの中日巨人25回戦最後の直接対決、3.5 ゲーム差、
現在マジックは16、ドラゴンズに点灯しています。追いすがるジャイアンツとしてはこの3連戦まず初戦を取ることが第一条件、一方ドラゴンズとしてはここで完全に突き放して V ロードへ突き進みたい。川上をまず第一線に立ててきました。ジャイアンツは上原、0対0、清原追い込んでいます。外のボール打った、ライトが前に来る、ライト井上ライン際で抑えました。これで2アウト、2アウトでランナーは1塁と変わります。今夜は田淵浩一さん、内島和彦さんの解説でお送りしています。内島さん、川上はまだヒットも打たれてません、三振も取ってません、はい、打たせているという感じですか。っていうよりもね、まっすぐの走りがいいと思うんですよね、その分ストレートで、はい、どん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 押していってるんですよね。それとまっすぐのコントロールミスっていうのがね、先ほど 1,2、はい、球あったんですけどね、それ以外はまあ狙ったところ行ってますからね。あ、バッターはルーキー新岡、緩いカーブが来ました。ストライク1です。甲子園で2勝1敗と勝ち越しました。残念な、清原の幻のホームランで一つゲームを落とすというジャイアンツ、そういうこともあったんですが、その後連勝してドラゴンズに食い下がります。ファーストランナー、フォアボールの高橋、インコース143が出ています。これもシュートかけてるんですかね、かなり切れてましたけどね、かけてるんじゃないですかね、はい、ランナー走って打った、ファウルです。今日もおそらく4万500人大入り前になるものと思われます。名古屋ドーム、ドラゴンズが14勝10敗とこのカードは4つ勝ち越しています。8月の直接対決の時はドラゴンズが2つのサヨナラ勝ち、 7.5 ゲーム差まで広げました。しかし8月末から9月1日にかけて行われた東京ドームでは逆にジャイアンツが2勝1敗、その後ジャイアンツが追い上げて 3.5 ゲーム差で迎えた今日の最終決戦。ランナーリードはしてませんが牽制、三岡に対します。これもインコース、かなり近めを攻めてますね、三岡に対してね。まあ、川上の持ち味っていうのはやっぱり、はい、あのインコースに凝らしてファールを打ちながら、やはり外角のまっすぐストレートフォークでね、勝負するピッチャーですからね、はい、昨年やはりあれだけ勝ったっていうのはインサイドに思い切って怖さ知らずでね、どんどん来ましたけどね。そうですね、ファーストランナーの足も警戒しています。高橋が走るっていうケースはあんまりないんですけどね。ランナーかなり気にしてますね。これは2アウトランナー1塁2エンド1、空振りか、いやファウルだ、落とした、バットに当たって中村の体に当たりました、ファウルボール、痛みをこらえます。おっ
と。もうね、中村も相当体の方も疲れが溜まってますが、出ずっぱりですもんね。まあキャッチャーのねポジションはこれはもう仕方のない、他の選手の場合疲れますけど、それ以上に私は予想以上に星野監督が疲れた姿を見たなというね指揮官が疲れてますか、やっぱり表ではそういう顔見せませんけどね。そうですか。あの中日のね、はい、戦い方が新鮮さばっかりですからね。7球目三振、川上が新岡を打ち取って2回もジャイアンツ0点、名古屋ドームは0対0、まだ得点がありません。2回の裏のドラゴンズの攻撃は5番の辰巳からです。上原は1回関川にツーベースを打たれましたが、ゴメスを三振に打ち取りまして最初のピンチを逃れました。バッターは立浪。上原14連勝をかけての今日のマウンドを打った。ライトへ、ボールはちょっと詰まってます。高橋下がっていく、フェンスいっぱい、フェンスいっぱい、ジャンプした、取った、ホイプレー。ゆっくり追いかけていって高橋が最後両手を添えて取りました。大きな当たり。試合前にはちょっと腰をひねってバッティング練習をしなかった辰巳ですが、あ、打った後ちょっと痛みが走ったようです。うん、ちょっとね、痛み止めを打ったとしてもね、やっぱり瞬間的に力入れますから、ちょっと次の回はちょっと心配ですね、辰巳選手ね。あ、伊藤トレーナーが容態を聞いています。もうバッティング練習を やらなかったんですもんね。あの途中でティーバッティングやった時にも腰にピリッと痛みが来たんでしょうね。まあ大事なところですから自分は出たいという気持ちはわかるんですけど ね、はい、渾身の力を込めてスイングした辰巳、ライトフライ、腰に痛みが走りました。ワンアウトランナーなし。そしてアジンノが準備をしてますね。あるいはこの後立浪欠場ということになるかもしれません。バッターは6番の山崎。ホームラン24本、ようやく当たりが出てきた山崎。上原との前回の対戦は3打席3三振でした。3球三振、これで4三振対上原。上原は今日2つ目の三振です。まっすぐで行きました。いやこれはいいボールですね、内島さん、ピッチャーとしては。そうですね、あのその前にやっぱり落ちる球をね、はい、空振りさせてますよね、やっぱりああいう空振りした後ですからね、あの1球ボールにしてくるっていう部分とね、はい、それと落ちる球の意識は相当あったと思うんですよね。そこをもうズバッといきましたからね。そうですね、はい、2アウトでバッター井上。まあ今の野球には珍しくこの上原っていうのは3球勝負どんどん挑んでいきますよね。まあ、あれですね、はい、追い込み方とかいろいろあると思うんですよね、はい、でピッチャーっていうかバッテリー、いけると思えばね、はい、3球で勝負してきますからね。そうですね、フォークボール、空振り、ツーストライク、ワンボール。井上もこの上原に対してはあまりタイミングがありません。まあ、今日もね、はい、話聞いたんですけどね、やっぱり腕の振りがね、はい、ストレートと変化球と一緒っていう部分で、ね、相当判断しづらいっていう話は本人もしてましたよね。そうですね、はい、腕がこ体で隠れるような感じからピュッと早く来ますからね。あー、これも見逃し三振。上原2回は快調なピッチング、2つの三振。名古屋ドーム2回を終了して0対0になっています。ジャイアンツの先発は上原、そしてジャイアンツのオーダーでありますけれども、西、清水、あ、そしてやはり立浪が変わります。神野がポジションにつきました。これがジャイアンツのメンバーです。2番には偵察メンバーを使っていましたが、レフト清水、松井、マルチネス、高橋、清原がサード、新岡がショート、村田、上原のバッテリーです。長嶋監督も勝負、超攻撃的布陣で今日のゲームに臨んでいます。
お、長嶋監督がベンチで動きがありましたが、一方立浪が腰の痛み、先ほどの打席で腰を痛めて下がりました。そのシーンです。ライトフライを打ち上げたところです。フルスイングをした後腰が砕けました。膝をガクッとついた。辰巳が代わって神野が5番に入りました。福留久慈の 1,2 番です。クリーンアップは関川ゴメス、そして辰巳に代わって神野がセカンド、山崎、井上、バッテリーは川上と中村という布陣になっています。今日はリージョンボムがベンチということになりました。今シーズン7勝6敗の川上が先発、1回2回をジャイアンツをノーヒットに抑えて、これから3回は8番の村田新一からの攻撃です。今夜の首位決戦 3.5 ゲーム差、ドラゴンズとジャイアンツのゲーム、まだ両チーム得点がありません。どちらが主導権を握っていくんでしょうか。田淵浩一さん、牛島和彦さんの解説、この後ジャパンメジャーベースボールでじっくりとお楽しみをいただきます。それでは一旦名古屋ドームから、この後はジャパンメジャーベースボールです。8番の村田からの攻撃です。打ち上げて右中間、面白いところ、関川スライディングキャッチ、取りました。さあこの後もジャパンメジャーベースボール、コマーシャルの後すぐお送りいたします。勢いはジャイアンツに、流れをつかみたい長嶋ジャイアンツ、メイクドラマアゲインはあるんでしょうか。マジック16、11年ぶりの V ロード、この3連戦でジャイアンツに引導を渡したい星のドラゴンズ、名古屋ドーム最後の直接対決。ご覧のようにジャイアンツはスーパールーキーの上原、満を持して今日のマウンドです。上原が1回2回を0点に抑えました。一方ドラゴンズはジャイアンツ戦に燃える男川上、しかし川上は先に点を取られました。3回2番清水にライト前タイムリーヒットを打たれて、上原にプレゼント1点を挙げています。今日の中日巨人の25回戦最後の直接対決、 3.5 ゲーム差で迎えています。名古屋ドームは超満員です。今日の中日巨人戦は田淵浩一さん、そして牛島和彦さんの解説でご覧をいただきます。これからドラゴンズ3回の裏の攻撃、8番の中村からという攻撃になります。3連勝しかない、3連勝すれば状況は一変すると語っている長嶋監督です。そして星野監督、胸突き八丁に来た、ここを抜ければ明かりが見えてくると話しています。田淵さん、牛島さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それにしても田淵さん、もう最高の形で、うん、最終ラウンドジャイアンツとしては望みをつないで迎えました ね、 そうですね。本当にはね、我々もこう緊張感を持ってこう、解説してますけど、はい、それ以上にやはり選手がね、この特に巨人の選手はこの一戦の大切さっていうものをかみしめてやってると思いますけどね。そうですね。ただこういうゲーム展開になると一番引きつけていけないのはやっぱりエラーですよね。フォアボールで自滅するタイプのピッチャーじゃないですからね、やっぱりランナーを置いた時の野手のこの硬さによって、はい、チャンスを広げるようなエラー絡みっていうのがもう一番気をつけなきゃいけないですね。やはりミスをしたチームが犠牲に立つながら否めないですね。だからもう選手はね、はい、今まで以上の緊張感を持ってやってますからね、はい、そしてこの上原です。1回に関川にツーベースを打たれましたが、その後ゴメスを三振に取っています。そして2回は三者凡退、三振をここまで早くも3つ奪っています。ご覧のように17勝3敗、防御率 1.95、 三振ダッシュも勝率ももちろんナンバーワン。牛島さん、すごいルーキーですね。そうですね、もちろんね、ボールもいいんですけどね、どん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 攻め込んできますよね、はい、本当遊び玉がないって言いますかね、今のでもそうなんですけどね、際どいところに投げてるんですけど勝負なんですよね、本当にこう3球勝負多いですよね、はい、今日もまず中村を三振に取っています。さあもう一度確認しておきましょう。
現在のセリーグの順位です。ドラゴンズがトップ、追いかけるジャイアンツ 3.5 ゲーム差、負けの差が5つです。残り試合がドラゴンズが19、ジャイアンツが18、最後の直接対決3連戦です。まあこの差を見ればマジックも出てますし、普通ならばドラゴンズが圧倒的に有利という見方がされますけれどもね。まあ80勝ラインとしてもね、はい、こう数字を見ますとこれは断然中日のこれ有利というのは分かりますけどね。そして牛島さん、ドラゴンズとしてはどうなんでしょう、はい、11年間優勝から遠ざかってます。したがってこの時期プレッシャーはどうなのかということですけどね。そうですね、本当に優勝したいと思うんですよね、はい、長いことしてませんしね、だそういう、こう点ではね、そういう気持ちになりますし、今年11連勝スタートと言いますか、ね、はい、いいスタート切りましたよね、いいシーズンを送ってきてますからね、はい、より一層こう勝ちたいという気持ち強くなると思うんですよね、だそこで硬く ならなければと言いますかね。そうですね、9月に入ってちょっと打線が湿り加減のドラゴンズ、そして一方ジャイアンツはまあふわっとストッパーに回してこのところいい流れを作っています。そしてこの初戦は上原、粘る川上、バッターとしても粘ります。先に1点を取られたのは川上の方でした。3回の表に西にツーベース、そして清水にタイムリーヒットを打たれています。変化球を打ってショートは新岡、これでツーアウトになりました。さあドラゴンズのスターティングメンバーご覧いただきますが、実は5番は神野になっていますけれども、立浪選手が先ほどの打席で腰を痛めました。福留、久慈の 1,2 番、クリーンナップは関川、ゴメス、神野という形になりました。山崎、井上、中村、川上というオーダーです。打順がトップに変わります。はい、その立浪なんですがね、練習中ノックを受けておりまして腰に違和感があったそうなんですよね、バッティング練習しませんでしたね、はい、でゲームに臨んだんですが、第一打席スイングした時にやはり再び違和感を感じたそうですね、で腰の左の部分だそうですね、で現在、まあ、大事を取って、欠場したということでアイシングをして病院に行かないそうです。で明日以降は様子を見て決めるということです、はい、今日のドラゴンズサイドのリポーターは CBC の角上誠二アナウンサーです。まあ大事なゲームなんですが、故障者が出てしまったというのはね、ちょっとドラゴンズにとっては心配ですね、田淵さん。うん、まあね、はい、こういうゲーム数がどん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 ね、佳境に入ってきますと、どこがやっぱり痛い選手たくさんいますからね。あ、もうね、かなりもういっぱいいっぱいでやってる選手多いですね。あとはね、記録プラスアルファね、優勝したいというチームが、まあ、両軍のチームの選手は思っていると思いますけどね。そうですね。で特にこの両軍の監督の表情を私こう今日も見ましてね、確かにトップにいる星野監督の方が余裕があるかなと思いきや、やっぱり試合の中身がね、あまりにも1点差が多いでしょ。そうですね。だからやはりちょっとこうカメラがないところに行きますと、やはり疲れた表情といいますかね。逆に長嶋さんの方がこうやって8月9月盛り返してきて、チャレンジャーという気持ちでね、トラシコに持っていくということで、まあ表情的にはまだちょっと明るいところはありますけどね。むしろね、チャレンジャーという気持ちでむしろ前向きに捉えてると、だから今本当にちょうど相撲では俵の中で真ん中でがっぷり寄ってね、福留がセカンドゴロです。ドラゴンズの攻撃3回終わりました。1対0とジャイアンツがリードしています。ジャイアンツが清水のタイムリーでまず先手を取っています。4回の表ジャイアンツは4番のマルチネスから攻撃が始まります。マウンドは川上、初球を打ってピッチャーゴロ、先頭バッターを打ち取りました。ワンアウトです。それではジャイアンツのスターティングメンバーご紹介しましょう。ご覧のように西、清水は偵察メンバー三沢から名前が変わりまして清水です。そしてクリーンナップは松井、マルチネス、高橋、マルチネスがファースト、清原はサードで6番、7番が新岡、バッテリーは村田、上原です。今日は川上健進かあるいは野口か、ドラゴンズは
石島さん、どちらが来てもいいという中5日、ね、中6日の2人だったんですね、まあ、どちらでも良かったんですけどね、はい、あの順番通りと言いますかね、はい、まあ、ヤクルト戦で前田が投げれましたからね。そうですね、はい、したがって川上は中6日明けての今日の登板です。田淵さん、ちょっとジャイアンツサイドもね、川上なのか、うん、野口なのか。いや、だけど前回8月の時もね、野口をぶつけなかったですよね、上原に ね、はい、あの広島戦でね投げさせて、やっぱり野口絶対勝ちたい、3連敗だけはしたくないということで、まあ、ここにはぶつけてこないなとは思ってましたけどね。ですから川上が 5,6 回まで1点あるいは2点で頑張ってね、やっぱり中日打線が上原を潰すというふうな予想を、星野監督は考えていると思うんですね。なるほどね。まあ、上原攻略にも手応えは感じているようなドラゴンズの星野監督の発言もありましたが、さあ川上と高橋の対戦、3球目はファール、バットがオランダに折れました。まあ、今日川上もね、上原もね、内容的には同じぐらいのね、はい、あの調子でこうスタートしてますけど、人と違うのはやはり上原の 方が外角のボール半分うまく使ってるなと、川上の方が半分中に入って、ちょっと危ないなというその差ですよね。あ、なるほど。西にツーベース、3回のジャイアンツ、そしてその後清水が1、2塁間を破っていくタイムリーヒットを打っています。この川上と高橋の今日の2度目の対戦、第1打席はフォアボールでした。ま、去年は完全にこの川上が投げ勝ったこの対決ですけど、今年はここまで高橋がね3割打ってますけどね、相当これは意識してますね、川上はね。まあ、今のボールでもそうですよね、上原はあれでストライク取って三振を取れるけど、はい、川上の場合はどうしてもボール半分外角にね、狙いすぎてボールになってしまう、この差なんですね。なるほどね、この微妙なコントロールの差、さあここまで16打数5安打という今シーズンの対戦、落ちる球打ち上げた、藤が下がっていく、レフトは福留、藤に任せる、ツーアウトです。苦笑いの9時、レフトには今日はあの広島市民球場の悪夢、落球以来レフトに入っている福留です。まあ、私あれ見ててね、はい、これやっぱり慣れない、ね、内野手が外野手とかああいう傾向が出ますけど、はい、そうですね、これは星野監督を使った俺が悪いんだって言ってましたけどね、はい、攻めませんでしたね、福留のことは、まあ、それよりもそれまでに打てなかった打線というのをね、うん、課題に挙げていましたが、さあ清原バッターボックス、金曜日のゲームでは清原もちょっと忘れがたい一打がありましたが、1点差で金曜日のゲーム甲子園タイガー戦落として、その後しかし土曜日曜とジャイアンツは連勝してきました。中6日置いています。今日の川上のマウンド、今シーズンは7勝6敗、ジャイアンツには2勝2敗ですが、ここ3試合続けてノックアウトという格好になっています。あまり相性は良くありません。スライダー引っ掛けるサードゴメス、これで3アウト、川上4回の表は立ち直っています。2番の9時から、そしてマウンドには中6日置いての上原、ルーキーとしては堀内恒雄さん以来の13連勝を達成しています。パシフィックリーグ注目の西武ロッテは4回表、ご覧のようにロッテ吉鶴のツーランホームラン、ロッテが先制、西口が打たれました。ロッテは黒木です。2位の西武が先手を取られています。大栄は今日は日本ハムと東京ドームで対戦しています。グリーンスタジアムのオリックス近鉄は雨のため中止になりました。セントラルリーグはマジック16、パシフィックリーグはマジック12になっています。藤が打った、松井突っ込んでくるダイレクトキャッチ、ワンアウトです。上原ここまで1安打ピッチングです。前回の横浜戦では10本のヒットを浴びています。
水上さん、三塁側ですが、はい、香取ピッチングコーチはね、その前回の横浜戦の時よりは今日はかなりいいですよと長嶋監督には報告をしたそうですね。で今日マスクをかぶっている村田新一は、はい、ストレートは来てますよと、手応えも十分あると。ただ変化球はまあまあでしょうかね、あとはいつもの通りでそれほど疲れというものも感じませんとこう言ってますね、はい、今日の出来はかなりいいんじゃないかと、こういう三塁側 TBS の石川アナウンサーのレポートが入りました。バッターはその唯一のヒットを打っている関川がバッターボックスに入っています。藤島さん、前回も上原投手をご覧になったと思いますが、あのね、前回見た時はね、疲れてるのかなと思いながらね、まっすぐもやっぱりね、高めに浮いてましたしね、フォークボールが落ちなかったんですよね、となるとまっすぐはショート新岡掴んで2アウトです。まっすぐもやっぱりコントロールされて伸びがあるというふうな見方でいいんでしょうか。そうですね、もう少し球威なかったんで、前回よりは球威もありますし、コントロールも良くなってますよね。まあ、だからそれだけ腕が振れる分変化球も通用すると思うんですけどね、はい、関川にはよく打たれているんです。9打数6安打だったんですが、その苦手関川も上原を打ち取っています。中6日置いて14連勝をかけます。まあ、本当に田淵さん、これだけもう3ヶ月ぐらい全く危なげないピッチングが続いてるわけですよ。いや本当、久しぶりにね、素晴らしいピッチャーを見ましたけど、ただ17勝中10完投してるんだけど完封がないんですね。これが不思議ですよ ね、それだったらね、ひょっとしたら1安打とかノーヒットノーランになってもおかしくないようなね、ピッチャーに感じるんですけど、はい、ただ逆境に強いなっていうのは私の印象ですね。ピンチになればなるほどね、いい味を出してくるピッチャーですからね。ランナーを背負ってからのその粘り強さっていうのが素晴らしいですね、まあ、今日も星野監督はね、まあ、配球も読んで、まあ、ある程度のその癖といいますかね、はい、そういうものも分かってきたんでということは言ってますけど、やっぱりボールが良すぎますよ。そうですね、この回も上原三者凡退、勢いようとベンチに引き上げます。6時20分にプレーボールがかかりました。今日の名古屋ドームの中日巨人25回戦、ゲームは5回の表に進んでいます。ジャイアンツが3回に西がレフト線ちょっと詰まっていたんですがツーベース、そして清水がライト前ヒット、清水のタイムリーでジャイアンツに1点が入っています。バッターはルーキーの新岡、15本のホームランを打っていますが、上原が登板したときに実に6本のホームランを記録しています。川上が追い込んでいます。まあ、だけど上原がいなかったら新岡が新人を取ってもおかしくない。そうですね、合格点の、ね、数字ですよね。ここは川上三振取ります。そしてドラゴンズの福留もいますしね、この2人がいい働きをしますね、野手では。まあ、ちょっと運が悪かったと思いますね、入った年から。それにしましても2年間ルーキーの活躍がね、素晴らしいですね、この去年は川上。そうですね、特にピッチャーが目立ちますね。そうですね、川上、上原ともに昭和50年生まれで24歳、まあ、同級生対決ということにもなります。まあ、水崎さんね、はい、年も一緒じゃないですか、まあ、それと川上の方もね、去年新人を取ってますしね、はい、今年は、まあ、思ったシーズンじゃないと思うんですけど、はい、まあ、そこのぶつかり合いもあるような気がしますね、今日の投手戦といいますか、はい、ライト井上追いついています。2アウト。で、大切な試合っていうのはお互い感じてると思うんですよね、はい、それで、感じてるんですけど、その気持ちがやっぱりグラグラすると思うんですよ、はい、それを打ち消すためにどんどん攻めていくんだっていうような内容のピッチングです ね、本当にこう今までの特にジャイアンツにやられた時の川上とは違いますね。そうですね、慎重になりすぎて高めに浮いてしまったというのがあの東京ドームのピッチング内容、そしてあの1点を怖がりすぎてその後大量失点になってしまったというような試合もありましたし、不思議なもんでこれ1点を嫌がると3点4点とフォアボールを出しますとね、まあ、そうですね、対応してになったりするんですよね、やっぱり慎重に投げるとコーナー狙いすぎてボールが先行して今度、自分が不利になってきますからね、どんどんこうストライクが整わないっていうことありますしね、はい、今日なんかも本当に
変化球少なめでねストレートでどん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 攻めていってるっていうんですかね、はい、で逆に打者の方がねストレートがまとめてくるもんですから、なんかこう変化球の方にも意識がねいってますしね。なるほどね。何か上原のピッチングに刺激されたようなそんな風にも見えなくはないですね。そうですね。ストライクは先行する今日の川上です。球速も143、こういった数字が出ています。上原を三振に取ります。川上も5回まで1失点で切り抜けていきます。上原と川上の投げ合いです。上原が1安打ピッチング、ここまで60球を投げています。三振は4つ、今日もフォアボールがありません。ドラゴンズ戦はこれが3試合目の登板で1勝0敗ですが、過去2試合完投と8回までを投げたというゲーム、この2試合でもフォアボールは1つしか与えていません。伊崎さんね、はい、先ほど上原の時に完封が少ないって、言ったじゃないですか。完封はまだないんですよね、だからね僕もそう思ってたんですけどね、はい、先ほどの関川に対して投げた時にね、はい、ツーベース1打席目打たれてましたね。陣の初球打った伸びはもう一つです。レフト清水が掴みます。ワンアウトです。ここまでは日本 IBM とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからは勘定奉行とご覧のスポンサーの提供でお送りします。5回の裏ワンアウトを取っています。上原です。牛島さん、はい、その先ほどの話ですが、関川にツーベースを打たれた場面、はいはい、普通あの後の関川の打席って本当にこう打たれたくないっていう気持ちでね、いろんな球をこう投げていきながら勝負していくと思うんですけどね、はい、でも1打席目と同じようにどん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 攻めていってますよね。あ、そういうところでね、その打たさないというよりも攻め込むというピッチングがね、まあ完封はできてないんでしょうけど、なるほど、コンスタントにこう抑えていってる秘訣じゃないかなと思うんですよね。やられたからこう変えるとかそういうことはなく、あくまでも自分のピッチングスタイルを貫いて、はい、自分の理想に向かって投げると、はいはい、まあ、上原はシンプルに投球というのを考えたい、はい、単純に考えたいということをよく、ね、口にしているようですけどね、はい、まあ、そうだと思いますね、見てますとね、確実に抑えに行くって言いますかね、はい、その出さないように投げていけば球数ももちろん増えていきますよね、そういう点でもこう自分のリズムっていうのがね変わってくると思うんですよ、はい、球数抑えめでやっぱり投げていきたいっていうところもあると思うんですよね。そうですね、はい、その分早めの勝負っていう部分になりますん で、はい、でどうしてもこう打たれて1点2点っていう可能性はありますけどね、でもトータル的に言うとそれ以上やられないみたいな ね、 そ う、 ですね、なんかそういうスタイルが、出来上がってるんじゃないかなと思いますけどね。あ、それでいてこの間合いが短い、はい、ポンポン投げてくる感じです。山崎は粘ります。落ちる球、フォークボール三振、これが5つ目の三振。まあ、上原がフォアボールが少ないっていうのは、やはり追い込まれたら三振取られる確率が高いでしょう。そうですね。ですから今の神野にしてもこの山崎にしても初球から打っていこうっていうことを山を張ったね、はい、バッティングを心がけてると思うんですよね、ただ私こう今前が短いっていうことを言いましたけど、はい、こういうピッチャーを崩すには意識的にやっぱりバッターがタイムを無駄なタイムはいけないっていうけど、はい、それぐらいのことをしないとこのリズムっていうものは崩せませんよ ね、 ね、本当にこうポン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  ね、 ね、気持ちよさそうに投げてますもんね。水明さん、はい、一塁側ですがその上原について武田スコアラーね、コントロールもいいしストレートも来てるしいつもと変わらないって言ってるんですよね、でこの後ちょっとぼやきになるんですけど、はい、ドラゴンズのバッター陣に対して上原のこと分かってるはずなのにちょっと策がなさすぎるな、はい、セーフティーとかいろいろ考えてもっとやってもらいたいなということを言ってます ね、 あ、ね、最後の上原より今日の剣士の方がいいなと言ってますね、はい、ドラゴンズサイド宅上アナウンサーが伝えてくれました。
まあ、確かにドラゴンズの各バッター、そしてスコアラーの方に聞いても、もうとにかく若いカウントから打っていかなきゃこれはしょうがないだろうということは言ってますけどね。まあでもね、本当にあの、はい、このリズムテンポでね、どん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 、いい球が来ますよね、はい、打者としたらやっぱり目はピッチャーの方にばっかり行くんじゃないですかね、気持ちって言いますか ね、 そのピッチャーの方向じゃなく左右に目をこう反らせばね、サード清原、ファーストマルティネスっていう部分がありますしね、なるほどなるほど、そこまで、視界を広げる余裕はないかもしれませんね。何か気がつくともうツーストライクになっているというね、そういう感じなのかもしれませんが、確かにリスクは背負った守備陣ではありますよね。まあですけど中日の打線というのはね、まあ打てないというのは今年のねスタートからのまあ印象ですけどね、だから打てないなりの枠の中で1点2点を取りに行くような作戦をね、やはり後半になったら中日のベンチの方もカップで考えなきゃいけないですよね。まあ、チームアベレージは2割5分8人のドラゴンなんですが、井上も三振、悔しそう。上原6個目の三振を奪っています。2回からは三者凡退。それにしましてもジャイアンツがね 3.5 ゲーム差、田淵さん、9月は私たちの月なんだというふうに長嶋監督はプラス思考で捉えているようですけどね。やっぱりね、言ってるとそうなってきちゃうというのは我々見ててもね、あのメイクドラマの時もね、終盤になってこうなるよああなるよって言うとなんかなってきちゃうというね、やっぱり自己暗示をうまく感じて選手に伝えてるなという感じしますよね。そうですね。何か牛島さん、桑田がですねストッパーになってから、ピッチャー陣が形ができてきたといいますかね、リリーフ陣が点を取られませんよね。そうですね、安心感といいますかね、桑田なら抑えてくれるんじゃないかなっていう雰囲気をね、チーム全体にこう漂わすといいますかね、まあ、それで安心してできるような雰囲気ができましたよね。なるほどね、ここ5試合で4勝1敗です。まあ、7.5 ゲーム差あったゲーム差が 3.5 まで縮まってきて今日の3連戦だけど、まだまだ、まあ天王山と言いますけど、この後のね、残された各チームの対戦、特に中日がこの後、まあ、6連戦でね、横浜3試合、これでね、表のピッチャーがね、斉藤であり川村でありね、これ中日と戦った時に、うまく乗り切れないとちょっとねガタガタっていう波がね、押し寄せてきますけどね、さあゲームの方は上原川上の行き詰まる投手戦、これだけテンポのいい試合、まあ、上原がまずテンポを作り出している、それに川上を負けじと投げ合ってるって感じですか、牛島さん。そうですね、なんかこう見てますとね、プレッシャーかかるような試合でね、そのプレッシャーをね跳ねのけるためにね、攻めるしかなくなるんですよね、手押しがね、その攻める気持ちがどん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 いいリズムを、作り出してるかなと思いますね。やはり前回の甲子園は負け投手にはなりましたけれども、6回まで非常に快調のピッチングでしたから、そのテンポリズムっていうのがね、去年思い出したような感じもありますよね。そうですね、まあ、ここへ来てストレートの力も戻ってきたと実感している川上、しかし3回に先取点を取られています。この西のツーベースがきっかけとなりました。そのシーンでありますが、これは今のボールですね。これもコーナーいっぱい。なんか今日 両投手見てるとこう同じ年での意地の張り合いといいますかね、負けるかというね、まあ、牛島君とも喋ったんだけど、上原が前回あまり良くなかった ね、だけどこの中6日開けただけでね、これだけでピリッとこう変わってしまうっていうのはねすごいなと感じてますけど、やはり川上の方も年が同じだからってことはかなり、ね、意識してるみたいですよね。まあ、意識するでしょうね、これからずっとね、そのライバルとしてやっていくわけですから ね、 そうですね、こういう風な投手同士でね、こう対戦になってきますとね、もちろん優勝争いもしてるんですけど、個人的にも負けたくないっていうのが ね、 そうでしょうね、まあ、川上は明治大学出身、西が打ち上げた、サードゴメス先頭バッターを取りました。まあ、川上の方は、ね、明治大学出身、一方の上原の方は
大阪体育大学出身なんですけど、一浪して大学に進んだということですね、はい、さあ2番の清水が、これが先制タイムリーです。ライトの前に転がっていきました。そしてセカンドランナー西がホームイン。ジャイアンツに1点が入ったシーンです。水明さん、はい、その清水はね、今日の川上は立ち上がりが飛ばしているんだけども、ボールはそれほど速いという感じはないと言ってるんですね、はい、で1打席目はショートゴロだったんですが、いい感じで打てたので、2打席目は変化球を考えながらのストレート待ちでいたところ、カーブが高めに来てうまく打てましたと、はい、こう言ってますね。カーブを本当にうまくこう引きつけた感じでしたよね、田淵さん。まあバッターっていうのはまっすぐを狙いながらどこかに心の中に変化球っていう待ち方しますけどね、もうワインドワンから例えば今の打ったカーブを狙ったっていうのはよっぽどこう、うまく山を張れるバッター、決断の早いバッターっていうのが私清水の印象なんですね、はい、だから多少高めのボールでも彼は痛打することあるでしょ。そうですね、もう決めたら絶対振るっていうタイプなんですね、これは引っ掛けます。セカンド陣の山崎で2アウトです。2番には清水、清水もちょっと左足を甲子園のゲームで痛めたようなんですが、もうねそういうことはこの時期言ってられませんよ、うん、そういうふうに話してますね。だいたい各チーム半分ぐらいはテーピングしてるでしょ、はい、あもうこの時期はね、足首とかね、みんなユニフォームで見えませんけどね、はい、さあ松井のバッターボックスです。今日の松井はレフトフライ、ライトフライ、外野にフライを2つ打ち上げています。そして今日のフリーバッティングではかなりスタンドに気持ちよさそうに打球を運んでいました。ドラゴンズ戦、そしてこの名古屋ドームで相性のいいゴジラ松井。だから練習の時なんで運べるかっていうとね、はい、バックスイング取った時の、ね、幅が大きくならないんですよ、後ろから出てこない、はい、ところがこうやってゲームになって打とうというと神経がどうしてもバックスイングが遠回りになってくる、この差なんですね。なるほど、微妙な、だからバットの出が遠回りに出るか、そのまま直線的にバーンと出るか、この差でホームランになるかボンフライになるかね。そうですね、だから今本当松井がこの頭の中に無心で来た球を打つというね、そういう気持ちだったら、ね、余計な力入りませんからね。まあ、この川上からは3本のホームランを打ってますし、前回 の、 あのゲームではこの名古屋ドーム の、 あの5階席にね最上階まで打ち上げた松井ですが、ご覧のように川上には今日2打席凡退でも4割2分9厘でホームラン3本、ここ3試合で3本のホームランを打っています。あの8月のゲームは1試合2ホーマーしてね、29号30号連発して、これはもうジャイアンツが取ったなと思った試合だったんですけど、結局ガルベスが捕まって逆転負けでしたね。延長12回までいったゲームです。それとやはり個人タイトルの方もね、5本差ペタジーに追いかけてますが、可能性はどうですか田淵さん。だけどこういうゲーム展開になると個人的な、ね、記録っていうのはあまりこう表に出てこないですからね。そうですね、あペタジーニ41号ですね、現在6本差ですね、今日打ってますねペタジーニがまた1本、まあ、ヤクルトの方はこいちゃなんですけども、はい、ある意味ではね気分的にね、個人記録狙ってきますしね、はい、まあ、それにしてもやっぱりあの3連3敗してましたけど、巨人のピッチャーがあまりにも4番のペタシーに勝負しすぎましたよね、はい、あの神宮の三立て、リリーフ陣がペタジーにことごとく打たれましたが、松井打線打席をフォアボール、相性のいい川上3本のホームランを打っていますが、ですからこれからペタニーニョ巨人の、ね、はい、ピッチャーが封じ込めるならばもうフォアボールでいいですよという気持ちで投げることですね。なるほど、なぜならば外国人選手というのはバット振って数字を残さないと給料が上がらないという考えですから、どんなボールでも振りたがるんですよ。なるほど、だからまともにストライクゾーンに放ってたらそれはいかれますよね、特にこの9月の時期というのは来季のこともありますから、非常に、ね、外国人バッターというのは積極的に打ってくる、そうなんですよ、特にこのマルチネスにしてもね、はい、大ボールでもこう打っていこうという気持ちがあるから、高めのボールでも打ちますからね、はい、
となると内島さんピッチャーとしてはそれを頭に十分入れて投げるっていうことになるわけですよね、はい、そうですね。だからね、そうするとねボールがこう先行していくからね、本当にこう歩かしてもいいんだっていうね、しっかりしたこう気持ちで際どいところ投げていくっていうんですかね、はい、それが必要になってくるんですよね、こうピッチャーと打者って言いますかね。あーっ、太陽登った、福留見上げただけ、大きなツーランホームラン第14号、滞空時間の長い一発、ドラゴンズ戦は初めてのホームラン。2点が加わります。3対0。マルチネスの一発。川上打たれました。まあ、そういう田淵さんと石山さんの話をしていた中でのマルチネスの一発でしたが。そうなんですよね。本当にこうどちらが我慢できるかなんですよ。はい、最初の1球2球っていうのは本当に見逃してくるんですよね。だけどそれをこう打ちたいもんですから、ずっとピッチャーが我慢して放り続けるとボール球手出してくれるっていう可能性あるんですけどね、はい、私は今はもうキャッチャーの中村を攻めたいですね。そういうボールを要求したということでね、もうツーアウトでしょ、はい、まあ、確かに高橋もね、清原も後ろ怖いバッターいますけどね、やっぱりなぜマルチネスがじゃあ4番に座ってるかって言ったら、確率的にホームランっていうのが一番高いから4番に座ってるわけですから ね。でましてやこうやって中盤に入りましてね、絶対1点も上げられない状態でしょ、そしたら攻めながらでもやはりボールを振らした状態で歩けばフォアボールでもいいやっていう、そういう気持ちがねないとこういうバッターは抑えられませんよ。まともに今インコース寄りのストレートですよね、もう外国人のファーストストライクなんていうのは絶対もう危ない状態ですからね、そのインコースより思い切って引っ張りました。マルチネスのツーラン。だから今言ったように、はい、やっぱりマルチネスも来年巨人と契約してもらうには、ここで打たなきゃっていう気持ちが今まで以上に ね気が出てますからね、はい、マルチネスの4試合ぶりのホームラン、高橋打ち上げた、これは伸びません、ファーストです、山崎を抑えます。しかしツーアウトランナーなしからジャイアンツマルチネスのツーランホームランで2点を追加、3対0に変わりました。中村初球を打ってピッチャーゴロです。ワンアウト、ここまでは勘定奉行とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからは日本 IBM ドコモグループ、トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りします。3.5 ゲーム差で迎えた今日の中日巨人直接対決、川上が3点を取られています。上原は1安打ピッチング、そしてこの回ワンアウトでピッチャー川上がそのままバッターボックスに入ります。セカンドの西が追いつく、ツーアウトになりました。広島市民球場は4回の表まで終わって5対2です。カープがリードしています。ベタジーニに41号のソロホームランが出ています。カーノと山部の投げ合いです。東京ドーム日本ハム大栄は大栄が2対0とリードして6回の表攻撃中、国語に23号が出ています。若田部と関根、そして西武ドーム西武ロッテは5回を終了、ロッテがリード、黒木を打てません。西武打線、吉鶴に4号ツーランが出ています。この回も簡単にツーアウトを取っている上原、6回まで来ました。ヒットは1回に関川が打った1本だけ。川上に代打っていうのはないんですね、この回ありませんでしたね、今日星野監督も話してたんですけどね、はい、1点2点の負けでね、継投がこう大変だっていうふうに、ね、はい、言ってましたからね、で
もうそれと今日はもう雰囲気でその、はい、意地の張り合いと言いますかね、当日戦してますしね、はい、もう川上に預けた試合と思ってね、明日明後日の試合もありますからね、できるだけリリーフを休ませよっていうのもあるでしょうね。なるほど、はい、勝ちパターンになった時には惜しみなくつぎ込むと、はい、星野監督が言ってますけれども、ここはもう川上でしばらく投げさせて、まあ、川上この後3点で止めとけば可能性あるわけですからね。そうですね。さあ2本目のヒットが久しぶりに出ました。ドラゴンズ初回に関川がツーベース、1回にツーベースを打って、この6回ツーアウトから福留にヒット、バッター2番の久慈です。さあこうやってランナーが久しぶりに出ました。ポンポンと体調に投げてた上原、心理状態何か変化ありますかね。まあそんな簡単じゃないと思いますけど、ただこれで久慈がね、ツーアウトでもやはり次の関川、相性のいい関川に回すということで、確かに清原が前に来てますけどね、やっぱり慣れてませんよね、マルチネズにしても、清原にしても、サードの守備ですね、だからセーフティーでもドラッグバンドでもね、なんかフェイントかけるような動作しますと、どうしても清原としてもダッシュが弱いからちょっともう前に来るんですよ、だからそれだけヒットゾーンというのが広がってきますからね。2球目決まってストライク、ワンエンドワン。上原は言ってますよね、ドラゴンズというチームは本当にみんなで立ち向かってくる、そのバッターだけじゃなくてベンチもコーチャーも声を出したり、いろんな動きをしてピッチャーの嫌がることをやってくるんだと、そういう印象を持っているようですね。まあやっぱり優勝を狙うチームは一丸とならないと ね。そうですよね。まあ、ただ私も阪神時代に江夏君とバッテリー組んだ時にね、やはり巨人が打てない時、1、2番が何したかって言ったら、あのセーフティーバンド、ドラッグバンドで揺さぶりましたよね。ちょっとでもやっぱりマウンドからダッシュがこうかけていきますかね、スタミナ消耗っていうのがものすごくかかってくるんですよ ね。だからがっぷり寄って正攻法でやはり中日打線がいったら、やっぱり17勝してるピッチャー、1点台の防御率のピッチャーってなかなか崩せませんから、なんか中日らしい小技といいますかね、足を絡めるとかね、はい、チームでは70個の盗塁を決めているドラゴンズなんですが、ただ9月に入ってから盗塁が1つしかないというのが、ね、ちょっと気がかりですね。ドラゴンズとしては2エンド2、まあね、あの接戦してますしね、タイミングっていうのも難しいですよね、はい、ちょっといい状況になればね、思い切っていけるんでしょうけどね、はい、大切なランナーっていうのは多すぎますからね。そうですね、はい、だから監督の采配の中でどうしてもこの五分になりますとね、勝率がね、あの思い切ったサインっていうのはどうしても鈍ってしまうんですよね、はい、連勝連勝でこううまくいきますとね、自然とエンドラン出してみたり、はい、スチールのサインっていうのは簡単に出てきますけどね、やっぱり守りに走るところってどっか出てきますからね。そうですね、攻めながら逆に守ってるということもあるんでしょうね、はい、逆に盗塁のサインを出してもランナーが逆にねスタート切れないっていうシーンもあるようですけどね。アートランナー福留、あんまりこの人は単独スチールは得意ではありません。足は速い福留です。さあ 2-3 まで持っていけばこれは自動的にスタートが切れるわけですが、リードを大きく取って揺さぶります。ピッチャー上原、わずかに打たれたヒットは2本。粘ります久慈。久慈はとにかくもうポイントを前目に置いて、泳ぎ気味でもいいから叩いていく、そういう意識が大事、積極的に行くことですというふうに話しています。そして間合いは上原の間合いにさせないことが大事なんだと言ってますが、これも粘る。いや、これが2番バッターの仕事だと言わんばかりの粘りです。まあ私もバッターとして16年やってきてね、はい、まあ多分今ここでこう見てますと、なんでこの144のね、まっすぐストレートね、球筋のいいボールを打てないかと思うんですけど、はい、この自分の過去をこう思い出しますとね、こういうピッチャーっていうのは手元で伸びるんですよ。ピッと伸びるんです、だからおかしいなっていうのはね、今中日の打線でね、紙一重でねバットの芯が外れますよね、だから上原のいい時っていうのはね、大体バックネット側にどん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 ファウルしますよね。それだけやっぱり回転がいいってことですから。落ちる球選んだ、フォークボール選んだ、ツースリー。
さあこれでランナーはスタートを切ります。ツーアウトランナー一塁。フォークボール振りませんでした久慈。次が対上原、9打数10打数6安打の関川が控えています。打ちました、センター伸びがない。松井がゆっくり余裕を持って下がる。スリーアウト。6回ヒット1本を許しましたが上原安定感のあるピッチングは変わりません。6回が終わっています。3対0、終盤の7回をもう迎えています。名古屋ドーム6番の清原からです。ここまでジャイアンツがヒット3本、そしてドラゴンズがヒット2本です。清水のタイムリー、そしてマルチネスのツーラン。ジャイアンツがリードしています。川上は 1,2 点で 6,7 回までは行きたいと言っていたんですが、それよりは1つ多い、1点多い3点を取られています。しかしまあ前回もあの甲子園のゲームで檜山に決勝ホームランを打たれて、はい、星野監督は1対0で終わっていれば非常に価値がある敗戦だったんだけれども、 その次の回に捕まってしまったのがもったいないというふうに言ってましたね。そう思いますね。はい、ちょっとこう張り詰めてたものがこう、気持ちって言いますかね、こう途切れてしまったように見えますからね。はい、そういう意味ではこう負けるんでもその1対0で負ける方がいい。だから今回も同じパターンだと思うんですよね。はい、ホームラン打たれて3点差になってその後どう踏ん張り切れるかっていうのはやっぱりあるじゃないですかね。ここで本当の精神力の強さっていうのをもう一度試されることにもなるんでしょうね。で特にね今年の川上の場合はね選手権取ってあげてないんですよね意外とね。そうなんですね。本当に点取んないで頑張りながら後半に捕まって曲げるっていうパターンが多いんですよね。2-3 からインコースわずかに外れてフォアボール。ノーアウトのランナーです。お、長嶋監督が出ます。ピンチランナーを起用します。河合が出てきました。清原はここでお役御免です。東京ドーム日本ハム大栄、首位の大栄がさらに追加点を挙げています。ニエベスの14号ツーランが飛び出してこれで4対0、大栄が日本ハムを突き放します。そしてロッテが追加点です。6回酒井の2点タイムリースリーベース、サブローのタイムリー、吉鶴酒井とドラゴンズユニフォームを着ていた選手がね今日は活躍していますが5対0とリードが広がっています。ロッテマジック12のパシフィックリーグ、このままいけばマジックは10まで減っていきます。だけどセパ両リーグこれだけね、はい、優勝争いが混沌としているシーズンというのはちょっと珍しいですね。はい、そうですよね。まあ、どちらかもうね V が間近だという記事が載りますけど、はい、三岡打ったサードライナー、ランナースタートを切ってる、戻れません、ダブルプレー。ランナーがスタートを切ってこれはエンドランがかかっていたんでしょうか。ゲッツーになりました。まあ、これ二岡相当無理して打ってますからボール気味のボールをね、うんうん、これはもうねエンドランですね、うん、よく叩きましたよね、はい、叩いたけどちょっとワンバウンドにするにはバウンドするにはちょっと難しかったですけど、はい、そうですね。まあ、長嶋監督らしくね、はい、今日の川上がコントロールいいと、うん、一気加勢に行こうっていう作戦取りましたよね。はい、3点のまあリードの余裕もあるんでしょうね。ただ私はこの間の甲子園で1点も上げててノーアウト1塁で高橋にバントさせたでしょう、はい、まあ、遠山ピッチャーだったんですけど、まあ、それでセカンドにアウトになりましたけど、はい、なんかちょっと長嶋さんの采配らしくない後手に回った時っていうのはやっぱり巨人らしくない結果が出てしまいますんでね。そういえばこの名古屋ドームでは8月のゲームでは高橋にスクイズっていうシーンもありましたよね。まあ、高橋というのはやっぱり30本以上打ってるバッターだし3割だし、はい、確かに遠山と相性が悪いにしてもね、はい、やっぱり何かやるんじゃないかという雰囲気を我々も見てますから ね、さあその高橋、もう高橋もねトーナメントのつもりで一戦一戦戦いますというジャイアンツも切羽詰まった気持ちで今日のゲームは戦っているはずです。川上が7回は0点で踏ん張っています。
3対0とジャイアンツがリード。上原に相性のいい関川からの攻撃です。今日も2打数の1安打。今シーズン3割2分7厘。セリーグのバットワンレースは第4位にこの試合が始まるまでつけています。上原の球数は現在88球です。相変わらず少ないですね。そうですね、もう追い込んですぐ勝負っていう感じでね、来ますからね、はい、今のでもそうだと思うんですよね、はい、本当に相性のあるセッカーでね、初球、ね、スライダーだと思うんですけどね、はい、ポンとストライクから来ますよね、まあ、セッカーもびっくりした顔しましたけどね、はい、ディセッカーは田淵さん、上原に相性がいいんですが、どういうことが考えられますか、これは。彼はどっちかというとボールをうまく叩けるといいますかね、引っ張ろうという気持ちはないですから、はい、だから柔軟なバッティングできるんでね、あっと打った、右中間、松井が触る、向き直った、取りました。あと一伸びありませんでした。関川センターフライ、これもジャストミートをしましたが、やっぱりね、はい、まあ、非力と言ったってね、あれだけ芯で捉えているボールが伸びないっていうことは、はい、やっぱりボールに重さって言いますか、キレと言いますかね、他のピッチャーとは違ったようなやはり球筋じゃないんですかね。その手元で伸びるという微妙なね、ですからバッターによってはある意味じゃもうヒヤッとするようなね、真ん中に近いのコースで勝負してくるんだけれども、それでも打たれない。今でもね、今でもどちらかといったら危ないボールですよね、はい、高めのね、ホームランされてもおかしくないところがこうやって後ろにファウルしてしまう、はい、140キロの中盤のストレート、いい当たり、どうだ、松井突っ込んで取った、ライナー性の当たりが外野に飛んでいくんですが、ヒットにはなりません。ツーアウト。打てそうで打てないっていうのは、だけど野手は守りやすいですね。守りやすい、こういうピッチャーが出てきたらもう本当テンポもいいですしね、でましてややはりベンチの長嶋監督としてもね、3点上原大丈夫だろう、今日はピッチャー掴んでいいだろうという予想までしてしまいますからね。そうですね、防御率が 1.95、 実に5月の23日から負けを知りません。まあ、ベンチに入ってるとね、多分楽だと思うんですよ、リリーフ陣が、はい、試合の終盤までね、はい、よっぽど出ない限りはね、出ることはないだろうと、でほとんどこう勝ちゲームが多いもんですから、はい、まあ、出てもこうリリーフエースですから、中継ぎって言われてるこうピッチャーっていうのはね、だいぶ精神的な部分で楽ですね。私も現役の時ね、リリーフ陣にちょっと聞いたことあるんだけど、明日例えばエースが投げる、勝つ確率高い、リリーフ陣はねぐっすり寝るらしいですよ。そうですか、明日はもう絶対俺は出番がない、ないだろうっていうね、安心感の中で神経を使わないでね、寝れるんでね、やっぱり疲労回復になるらしいですよね。なるほどなるほど。ライトへ持っていた陣野、これをフェア、3本目のヒットになります。2塁に向かう、ボールは中継に変えただけ、ツーベース。3本目のヒット守りました、ドラゴンズ。ツーアウトからのヒット。陣野は立浪に代わって途中から出場。立浪が腰を痛めて、今日のゲームスターティングメンバーで1打席だけは立ったんですが、その代わりに5番に入っている陣野が見事なツーベース。陣野も怪我で苦しんでいましたが、ようやく戻ってきました。まあ、でもね、今のようなね、はい、バッティングするとね、上原も苦しいと思うんですけど、はい、でも、こうああいうような反対方向に打ってくるっていうんですかね、センターから中心にこうバッティングしてきた時にね、インサイドの力のある球でグイグイ押してくるんですよね。そうそう、それがうまいんだよね、彼はね。あれがもし一辺倒で外角行ったら、ドラゴンも行かれるけど、バッター嫌ですよ、踏み込めないからね。なるほどね。まあミーティングとか
そういう攻略法の中では逆方向に打てという一つのねアイデアが出てくるんですけども、ミーティング通り行ったらそれはないですけどね。ところがそれをさせない上原の投球術、気持ちの強さですよね。バッターは一発があります、山崎。おっと、すっぽ抜け。おお、こういうボールは珍しい。フォークボールがすっぽ抜けました。初めてじゃないですかね、こういうボール今日ね。今日初めてです ね。でも前回の登板の時はこういう高めに浮くような何球かあったんですよね、横浜戦はね。東京ドームの横浜戦は10安打されました。あっ、セカンド。だけど水谷さんね、はい、まあ、我々こうやって仕事する前にね、はい、今日はどういう展開になるのは難点差かなと思うけど、だいたい24試合 このカード見ますとね、はい、1、2点差が14試合ですよ。優勝率半分以上ですよね。山崎はノーツーから打ってショートゴロ。上原を捉えることができないドラゴンズ打線、早いテンポで7回を終了しています。投球数はともに100球を超えてきました。上原と川上、3対0とジャイアンツがリードしています。8回です。ジャイアンツはラストバッターピッチャーの上原からの攻撃です。6時20分にプレーボール、まだ2時間は過ぎていません。共に3安打、しかしジャイアンツにはマルチネスのツーランがあります。まあ、でもね、本当に3安打同士でね、3対0なんですよね、はい、だからまあホームランっていうの大きいと思うんですけどね、はい、でも川上の方もね、6回にね、はい、3点目取られたところで変わると、ノックアウトっていう形になるんですよ ね。 そうですね、でもこれは9回に投げ切ってね、3安打3点だったナイスピッチングに変わっていきますからね、そういう終わり方っていうのをした方がいいですよね、はい、先頭上原はピッチャーゴロ。上原はほとんど前には走りません。ワンアウトを取ります。まあ、それと明日ね、明後日ありますから、中継ぎ陣を今日はちょっと休ませて、明日明後日に投入と、はい、まあ、明日は多分野口だと思いますけどね。そうですね、まあ、本当に接戦の多いこの今年のね、中日巨人、はい、もう最後までわからないっていう展開多いですしね。そうですね、まあ、ですから、まあ、1点2点差を勝敗と見ますとね、はい、9勝5敗で中日の方が分がいいっていうのはやっぱり後半の中継ぎ陣のピッチャーの質だと思うんですよね、はい、そうですね。ポンポンジャイアンツも打っていきます。2アウトです。2点差までですと、まあ、中継ぎ陣を投入してということもあるんでしょうけども、3点というのはまあ一応の一つ、ジャイアンツにはセーフティーゾーン。2番の清水、今日タイムリーを打っています。3割をキープしている清水。残りが18試合、ジャイアンツ、ドラゴンズは19試合、3.5 ゲーム差、まあ、これだけ残しているのに直接対決がもうこの3連戦で終わってしまうというのもね、やはり両チームがドームを本拠地にしているという、これも大きな影響がありますね。このパシフィックリーグも田淵さん、大英西武もね、そうなんですね、両チームドームでも直接対決終了してしまいました。そうですね、まあ、ですから開幕もっと早くしてもいい来年はあるいは3月の終わりに開幕するというような話も、ただ日本シリーズがちょっと間がちょっと空きすぎますよね、最近はね、はい、川上、清水を三振に取って8回三者凡退に抑えて反撃に望みをつなごうとしています。川上が7回8回は0点に抑えました。ドラゴンズの反撃機会は8回9回の2イニング、あるいはプロ初めての
完封で14連勝、今シーズンの18勝目を挙げるんでしょうか、上原浩二。井上和樹、7番から始まります。2打席2三振、3安打ピッチングの上原。セカンド詰まっている、西、マルチネスでワンアウト。上原に変化は見られませんか。ねえ、もう全然こうずっと同じリズムで追ってますしね。もうそれと本当に一度や二度はね、こうチャンスらしいチャンスは来そうな感じなんですけどね、今日ドラゴンズの方は本当ツーアウトからのランナーなんですよね、はい、そうですね、だからノーアウトでワンアウトでランナー出していきたいところですよね、なかなかお得意の機動力、揺さぶりっていうのが使えませんね。ワンアウトでピンチヒッター、ベテランの音が起用されています。だけどこういうピッチャーをリードする村田キャッチャーもね、はい、楽しいでしょうね。あ、なるほど、思った通りの配球ができて、リズムもどんどんサイン出せるしね、はい、片手で打っての打球意外に伸びていきますが、ライト高橋がフェンスいっぱい、バーンと取りました。これが優勝にかけるガイアンツの執念なのか。高橋肩を打ちつけましたが掴んでいます。ツーアウト、ナイスプレー。いやー、これは助けますね。だけど音もうまく打ちましたよ ね、 今ね、フォークボールですか、あの右で打ったんでね、またこれもベンス怖がらないでね、でも上手いですよね、はい、フェンスは怖いんですよね、多分気になってると思うんですよ、はい、でもそのまま走りながらこうポンとぶつかるとね、結構な衝撃あるんで、ボール取る瞬間は浮き上がってますよね、もう当たる準備っていうか、もう位置関係がやっぱり意識の中あるんでしょう ね、 取る意識と体が当たる意識と2つ考えて、はい、そして切り札愛好がランナーなしの場面で登場、9番のピッチャー川上に代わるピンチヒッターです。両ベテランが出てまいりましたが、音はライトフライ、そして愛斗、プロ生活19年目初めて掴んだリーグ優勝のチャンス、まあ、これからの人生の考える上でもこの貴重な体験、優勝を飾りたいと言っています。愛子は若い頃ロッテ時代に前期優勝の経験はあるそうですね。ロッテ時代にね、それにプレーオフに出て日本ハムに敗れましたが、その時はまだベンチに入っているという若手のピッチャーの一人でした。これもレフトへ、スリーアウト。上原8回、代打構成もピシャリと抑えて笑顔でベンチに帰ります。そしてこの回からは岸川がマウンドに上がって3番の松井からの攻撃です。今日は松井はヒットはありません。アベレージがちょうど3割になりました。さあ、こうなるとジャイアンツとしては松井がね、明日以降のためにもいい形でこの打席を終わりたいというのはあるでしょうね。ただ私はこの練習とかね、この数試合松井のバッティングを見ますけど、決して悪くないですよね、本人も今日は非常にフリーバッティングの後は、はい、今日は納得のいくスイングができましたというふうに、ね、うん、話してましたね。さあ、どうだー、いったー。ゴジラ松井は名古屋ドームで今日も叫び、貴重な追加点第36号。名古屋は相性がいい松井、ドラゴンズ戦はこれが12本目。ペタジーにもホームランが出ていますが、松井にも一発が出ました。4対0です。変わった岸川から打ちました松井。いやー、ゴメスがね、
ジャイアンツ戦で12本打ってすごいすごいって言ってたんですけど、松井もいつの間にかこれで12本目ですね。いや松井がこれねタイトル逆転するのはね、今0-1からボール球でしょ、やっぱりファーストストライクからね、外国人選手と同じような気持ち打つという気持ちが出てきたらこれ分からないですよね。なるほど。だから松井の悪いところっていうのはね、本数が増えないのは、なんでこんな甘いボール見逃しちゃうのっていうボールがものすごくあるんですよね。だからホームランバッターっていうのは絶対ファーストストライク甘いのは見逃さないですよ。まあパシフィックリーグは今日しかし勝てば 2.5 ゲーム差で直接対決がない、数字的に言えばダイヤがかなり有利に立つかなという感じがしますけど ね、直接対決がないということは、まあ、例えば巨人、中日、ね、とか対戦する4チームの監督がこの両チームにどういうピッチャーをぶつけていくかというのがまたこれポイントになってくるんですね。なるほどね。他の4チームの動向が優勝争いを大きな左右するという、例えば阪神の野村監督は巨人にぶつけるのか、中日戦にぶつけるのかね。セントラルリーグは 3.5 ゲーム差のこの直接対決ですが、ジャイアンツがリード、このままいけば 2.5 ゲーム差まで迫ってきますジャイアンツ。まあ、それとね、引き分けが多い分ね、少しこうパリーグは引き分けありますからね、ダイヤが3つでセーブ1個ですからね、その差もありますからね、4点をリードしていますジャイアンツ。ピンチヒッター石井が起用されています。3人目のピッチャーはショーツです。まあ、中日と西武がタイプとしては似たチームですね。そうですね、だけど昨日、名古屋ドームじゃなくて名古屋球場で練習させたっていうのもね、長嶋監督のなんかそうですね、この思い出のある場所で、そしてピッチャーにランニングさせるためには土の方がいいということと、それとバッターが、やっぱりあの球場で狭い球場でバッティングすると力が入らなくてもボールが飛ぶという感触が得られるということもあるんですね。まあ、その結果この2本に出たような気もしますけどね。やはりその 10.8 思い出の名古屋球場でね、だからそういう選手をね、雰囲気をこう高めていく、話術行動ね、これも一つね長嶋監督らしいなという感じしましたけどね。まあ、昨日も記者団に思い出しますねというふうにね、名古屋球場でのドラマを語っていたということですが、4対0とジャイアンツリード。マルチネス、松井に一発が出ています。ゲームはもう9回の表です。まあ、だけど先ほどあの山田コーチと会って印象深かった言葉に、こんなに疲れ神経を使うシーズン初めてだったので、まあ中日の戦いっていうのは本当に1、2点差ゲームが多いですね。これだけ離されて、あとどうだ、石井もいったか、福留回り込んだが入った、ジャイアンツのランナーは頭の中に放り込んだ。石井にも一発が飛び出した第10号ジャイアンツ5対0、リードを広げます。3人目のショーツも打たれました。石井のホームラン、8月13日ほぼ1ヶ月ぶり、まさに1ヶ月ぶりのホームランということになります。5対0。まあ、本当にすごいバッターが揃ってますね。いやもうこれは打線の比較したらこれはもうね、見ての通りのね、今日で22試合目の先発の上原、まだ成し得なかったシャットアウト、プロ入り初の完封まであと1イニングになりました。そしてその瞬間に14連勝、合わせてルーキーとして初めての14連勝を達成するんでしょうか。1番から始まるドラゴンズ9回の裏の攻撃です。守りについたジャイアンツは上原、村田新一のバッテリー、ファーストがマルチネス、セカンドが西、サードが河合、ショートは新岡です。そして外野はレフト清水、センター松井、ライトにはピンチヒッター石井に代わって後藤が入っています。ライトは高橋、先ほどの守りでフェンスに肩を打ち付けました。音のライトフライをキャッチしたときにフェンスに右肩をぶつけて鎖骨のあたりを打ちまして、
その痛みがあるということで現在ベンチ裏でアイシングをしているそうです。高橋は退きました。さあ上原が完封目指しての9回のピッチング、三振、7つ目の三振を取りました。このまま野球放送延長してお送りします。まさに怪盗乱魔という感じになってきましたね今日も。田口さん、ね、石島さん、はい、はい、だけど追い込まれたらあのボールは振らないかんというね福留も簡単に見逃しましたやっぱりこの上原のピッチングに中日打線がもう、はい、完全お手上げというのも ね、 そうですね、気分的にもね、守る方ではホームラン攻勢に合い、そして打つ方ではこの上原の前にわずかに3安打、フォアボールもありません。まあ、だけど、はい、若いっていうこともありますけど、回復力っていうのはやっぱり早いんですね。中6日で、前回のピッチング見りゃ、今日大丈夫かなっていう我々そうです、ね、石島君とも言ってたんだけど、どんだけ勝っちゃうんです ですね全く影響なかったですね。非常にこの人はまた中6日のインターバルを使って疲労回復が非常に早いそうですね。ノースローらしいですけどね、ブルペンには入らない独特の調整方法。ワンアウトを取りました。バッター2番の久慈、ストレート粘る。よっぽど強い背筋力持ってるんじゃないですかね。あ、背中が強いんですか、ね、これだけバテないでね、どんどんこの夏場を乗り切ってこれるピッチャーっていうのはよっぽど腹筋背筋のバランスがいいってことじゃないですかね。そうですね。そしてまた体育学部出身でいろんな筋肉の場所であるとか、どこを鍛えればいいとか、そういうことを非常に考えてるそうですね。お兄さんがね、私の息子の学校の先生してるらしいからだからよく聞くんですよ、それなるほど。センターへ9時持っていった、これも人の見ない、松井が抑える、2アウト。さあ上原、ルーキー初の14連勝、そして自身プロ入り初の完封、18勝目目前になりました。まあ、それとね、水崎さんね、大阪体育大学でね、並昇と同じこうところでね、系列ですよね、でグラウンドは高校のグラウンドなんですよね、あ、そうなんですか、だから高校が優先的に使うもんですから、あーと関川打った、初球を打って3アウト、試合終了。上原プロ入り初の完封勝利、18勝目、前人未到ルーキーの14連勝達成。そしてジャイアンツ、これでドラゴンズに対して 2.5 ゲーム差に迫ってきました。上原が期待に応えました。ジャイアンツ上原18勝目、プロ入り初の完封、わずか3安打無四球です。いや、もう上原で上原、いや、もうちょっとね、接戦するかと思ったんだけど、ちょっと中日打線が過去気味の時期にこれぶつかりましたからね。まあ諦めつきますよ、これ。3発の3安打上原の見事な完封劇、ジャイアンツが先勝です。素晴らしいピッチングでした。ありがとうございます。18勝目、素晴らしいですが、ルーキーで最多の14連勝なんですよね。いや、もうチームが勝ったんで、そんなのもうどうでもいいです。この本当に終盤に来て大切な試合で初の完封勝利です。いや、もう完封というよりももうチームが勝ったんで、とにかくそれがすごい嬉しいです。それも無四球ですよ。やっぱりフォアボールで野手の人のリズムも来る時もあるんで、やっぱり今日はすごい最初から飛ばしていったんで、すごいそれがいい結果に出て嬉しいです。本当に序盤は緊迫したゲームでしたよね。ではもう向こうもね、同じ年の選手ですから負けたくないというのもありましたし、チームがこういう状態なんで、とにかく勝ちたかったんで勝ちで良かったです。マルティネス選手のホームランで少し表情が変わりましたが、いや、もうすごい楽になりました、はい、
さあこの首位決戦第1ラウンド勝って 2.5 ゲーム差です。まああと2試合あるんでとにかくみんなで勝っていきたいです、はい、何かすごい力っていうのが皆さん感じていらっしゃるんじゃないですか。やっぱり全員でやろうっていうそういう気持ちで戦ってるんで、もう今日はベンチとももう全員で勝ったようなもんなんですごい嬉しいです。前回はこの名古屋ドームで3点で送られました。ということは当然3連勝ですよね。そうですね、自分は投げないですけども他の人が頑張ってくれると思うんで絶対したいです。地元最終戦を勝ち星で飾りたい星野監督、その思いに6回福留が応え、好投の阪神川尻から16号ホームラン、中日2対1と勝ち越し、自慢の投手リレーのお膳立てが整います。1点リードを守って迎えた9回、落合に続き4人目岩瀬もヒットを浴びて中日の計算が狂い出します。2アウト3塁2塁、一打逆転のピンチで最後の砦で孫を投入、阪神は代打ジョンソン。中日ファンが陣取るライトスタンドにスリーランホームラン、中日4対2と試合をひっくり返され球場が静まり返ります。星野監督が夢のようと興奮したドラマはその裏でした。ゴメス立浪の連続ヒットで2塁1塁、当たっている山崎、狙っていたのはストレートでした。13年間のプロ生活で一番嬉しいという逆転サヨナラスリーランホームラン、中日は地元最終戦で劇的な勝利を収め5連勝、優勝に向けて一気に加速です。絶対優勝して名古屋に戻ってきますので応援よろしくお願いします。考えられないことだな、これが野球かと目を潤ませた 星野監督、記者の一人のほっぺたをつねって痛いかと一言、夢のようという気持ちを表現しました。